朝早くからお勤めいただいてありがとうございます。えっと本庄寺リカを演じました青江花です、えー。この作品すごく自分にとってもあの思い入れのある作品になっているので、えー、今日はそのお話ができることをすごく楽しみにしています。よろしくお願いします。なんかご自身の性格と似ている部分というのはありますでしょうか。どういや私はすごいリカさんはもう共感って言ってましたね。なんか考え方とか こう思考の積み立て方みたいなのも似ててなんか全然なんて言うんですかね役作りに困らなかったというか,んかこんなに自分と近しい役を頂い,いたこともなかったのでなんかねすごいもちろんドラマなんでこうあのもっとこうポップに描かれてる部分もあるんですけど根本部分はすごい似てるからなんか嬉しかったです。しなんかもう りかさんへの愛着がすごい。ありますね。何かこう、先ほどからこう共感だったりとか似ているみたいな話もあったんで、共感できる部分。結婚観においてったところありますかね。結婚への考え方。役への。役で異なる結婚への考え方ですね。どこまで、それ判話していいのか。難しいですけど。うん。 偽装結婚に対する憧れとかは特にないんですけどあのでも2人が本当に個人の時間を大切にしていてまあここにこのドラマ出てくるそれぞれがその自分の人生についてすごく考えてるなという印象でまあ年齢とか立場によっていろんなキャラクターが出てるけどなんかその自分の人生プラスアルファとして結婚があるみたいな,なんか印象をすごく受けてなんかこう前はこう。 半人人前前同士がくっついいて一人前みたいななんか結婚はそういうイメージだったけどなんか今はもう,こう自分たちの人生をこう豊かにするための一つのこうスパイスじゃないけどうん、うん、なんかある種、選択肢の一つみたいなものになっていってるのかなっていうのはすごいドラマを見たりして感じたのでそこにはすごいか今どきな結婚の考え方とか捉え方だなと思ったしなんか共感もしましまたね、はい、ありがとうございます。